三環状十二放射状線は2006年度に仙台市が策定した仙台市総合道路整備計画における骨格幹線道路網のこと。高度経済成長期にはドーナツ化現象が進んで食樹分離の都市像を定するようになっていた仙台市では1964年に仙台市を含む仙台湾地区が新産業都市に指定されたのを機に 仙台市都心部を中心とする、同心炎上の環状道路、及び都心部と郊外とを結ぶ放射状道路を配置した都市計画道路網を1966年3月に策定した。これが現在の三環状12放射状線にも受け継がれている。三環状12放射状線は一般道路によるものだが、 三環状の外側には仙台の DID を取り囲むように、総延長約 60km の高速道路による仙台都市圏環状自動車専用道路が2010年3月27日に全線開通した。最も内側の一番目の環状道路が都心環状線、二番目の環状道路が内環状線、最も外側の三番目の環状道路が市街地環状線である。 さらに、外側を高速道路による仙台都市圏環状自動車専用道路が囲む。仙台市都心部から北向きを基準に時計回りに記載。1927年頃の仙台市及び近郊地図。仙台市電の第1期線にあたる環状線、場所の辻線、及び荒町までの長町線が実線で図示されている。第二期線の放射状路線は、 点線で表されている。なお、建設中の線三等線も、実線で図示されている。1920年の道路放置工事、仙台市が管理する道路の延長は 141km だった。1926年11月25日に、仙台市電が運行開始した。また、同年、群政が完全廃止となった。すると、仙台市は、 市政志向後初めての新域拡大に乗り出し、東及び南に隣接する原町、七号村南、小泉、長町を1928年4月に編入合併した。この過程において1927年6月、東方の新市域を工業地域化することを起とした東西道路、市電開通に伴う仙台駅周辺の 交通集中に対応した中央環状道路、将来の自然付設を考慮した放射状道路を配置した道路計画を立案。1932年の東北本線、東仙台駅開業に合わせて、同年より東仙台駅周辺から現、新潟県駅北側までの地域において、旧都市計画法に基づく組合土地区画整理事業を施行し、また、同年から、 仙台市電の第二期線の工事にも着手した。空襲で焼け野原となった仙台市街1945年7月10日の仙台空襲で市街地が焦土溶かすと、中心部の戦災復興事業において、将来のモータリゼーション進展への対応、及び火災炎症防止や避難路など防災面を考慮して、 福音30から50メートルの6幹線を東西及び南北に循環させる道路計画に1946年11月に見直した。昭和30年代に入ると高度経済成長が始まり、仙台市を含む千円地区では新興住宅地が次々作られていった。また、全国総合開発計画により1964年3月3日、 仙台市を含む仙台湾地区が新産業都市に指定され、大規模な工業開発が期待されるようになった。同年、国道4号仙台バイパスが開通し、東北縦貫自動車道も東北自動車道として、国土開発縦貫自動車道の予定路線とされた。このような仙台県におけるドーナツ化現象や臨海工業地域開発と、 より広域な新規自動車専用道路モートの接続を考慮し、1966年3月に放射状線や環状線を配置した道路計画に大幅に見直された。これが現在の三環状十二放射状線のもとになっている。1987年11月1日に宮城郡宮城町、1988年3月1日に泉市及び 名取郡秋保町を仙台市が編入合併したことに伴い、三市町の都市計画道路を仙台市の都市計画道路に追加した。1989年4月1日の政令指定都市移行に伴って市外の国道や県道が仙台市の管理となった。バブル崩壊後、税収の減少及び人口増加や市街地拡大の鈍化を反映して仙台市は コンパクトシティを施行するようになる。まず、軌道系公共交通機関を基軸としたアクセス30分構想を1999年7月に策定。2000年代に入ると、小泉内閣の下での3位一体の改革などで、地方交付税交付金などが減少し、都市計画道路建設の財源を十分に得られない状況になったが、仙台市は、 イザナミゲえキの2006年度に仙台市総合道路整備計画を策定した。しかし2008年9月15日にリーマンショックが発生して世界金融危機が深刻化すると2009年3月30日に仙台市都市計画道路も見直し方針を策定し道路計画の一部縮小を始めた。2010年11月16日には 仙台都市交通プランを策定し、公共交通機関を含めた道路行政を施行している。ありがとうございます。